はい、どうもタンタンです。今日は非常に貴重な一本入荷してまいりました。こちら G ストリングのウクレレなんですが、まだこれがねハワイで、作っていた頃の、これは2001年製ですね。結構初期の方だと思います、 G ストリングの中でも、その一本なんですが、さらに貴重なのがこれがね、シグネーチャーシリーズって言いまして、まあ、G ストリングをやっているデレック清水さんが、まあ、こうしっかりとラベルにサインを入れて自身が監修して作った、そういったウクレレですね。なので当時は何て言うんでしょう、いろんな職人さんが G ストリングの中にはいて、それぞれが一本を責任持って作る。で、中の、ラベルというかプレートにイニシャルが入るっていう感じで G ストリングがいろいろ作られているので、まあ、作った個体ごとにですね、誰が作ったかっていうのが分かる、そんなウクレレだったんですよね。で、レギュラーのシリーズもちろんデレックさん作ってて、それにはデレック清水さんはなんだっけ、3文字の確かイニシャルが入ってたはずなんですけど、今回はそのイニシャルのタイプではなくて、さらにシグネーチャーシリーズという特別なラベルが貼ってある、こういったモデルとなっております。まあ、デザインもね非常に綺麗ですし、僕もカーリーもね綺麗なタイプ、そしてロゼッタのデザインなんかも非常に凝ってますね、カイト、はい、こんな感じ。さらにはバインディングもロープパターンで、非常にデザイン性が飛んでる一本ですね。ヘッドも通常のこのフィッシュフックですか、このロゴマークプラス、ちょっと見えますかね、刻印ですね、 G ストリングウクレレと書いてある、ウクレレコーポレーションかな、こんな感じで入っております。やっぱりね、通常のモデルとはだいぶ雰囲気の違う、そんな一本かなと。非常に素朴な雰囲気っていうのかな、なんか昔ここからのこう懐かしい雰囲気の音色ですね。こうキラキラした感じの、こうなんていうかな、今風の音っていうのでやっぱり全然なくって、なんとなくね、こうそれこそハワイの雰囲気をね感じ、音色からも感じさせてくれるような、そんな一本になってるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら非常に貴重な一本ですね。 G ストリングの2001年製シグネーチャーシリーズですね。一応モデルネームが長いですけどね、 ABFS2001P という名前になってまして、ソプラノサイズですね。はい、こういった形になっております。なかなかこれはね出てこないモデルだと思いますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。